はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、今後発売されるポケモンカード151や、まだ情報は未定ですが、国連の支配者ポケモンカードクラシックの影響を受けるのではないかと思うリザードンについて価格を調べてきました。外国の人気も高いため、今後より価格を伸ばしていくのではないかと思っております。少し長い動画になりますが、何かしらの参考にしていただければなと思います。購入はあくまで自己責任でよろしくお願いします。1枚目はリザードン CHR です。メルカリでの高値では2000円での取引がありました。購入相場的には1200円から1600円での取引がありました。2枚目はリザードン VSR です。高値では3700円での取引がありました。購入相場的には2800円から3600円での取引がありました。3枚目はリザードン V スター SR です。高値では約6000円での取引がありました。購入相場的には4800円から5800円での取引がありました。4枚目はリザードン V スター HR です。高値では約12000円での取引がありました。購入相場的には8000から1万円での取引がありました。5枚目はリザードン V SSR です。高値では約14000円での取引がありました。購入相場的には1万円から1万3000円での取引がありました。6枚目はリザードン V スペシャルアートです。高値では約3万1000円での取引がありました。購入相場的には1万7000円から2万8000円での取引がありました。7枚目はリザードン VMAX SSR です。高値では3万1500円での取引がありました。購入相場的には2万円から2万5000円での取引がありました。最後はリザードン25周年です。高値では4万5000円での取引がありました。購入相場的には3万円から3万5000円での取引がありました。やはり大人気カードということもあり、高値での取引が多く見られていました。もしかすると今後も相場は上がっていく可能性はありますが、自身で気に入ったカードを購入することができればなと思います。ポケモンカード151の抽選結果が届いてきてると思うんですけれども、皆様は当選しましたか？私は今のところ全敗でございます。皆様からの励まし、グッドボタン、コメントいっぱいお待ちしております。今後もポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。